はいどうもこんにちは、えー、ザイクスキュアの黒ー,ーのお時間ですはい、はい、今回はシーズン 3, 3エピソード 6, 6、はい、ちょっとダラダラ話していこうかなと思いますけどはいじゃあまあ先にねあのお品書きを紹介しましょうかとりあえず来たる来月12月はレオトゲームズ1はいありますねまあ来月ってほどまあずっとやってるか今日が6日で昨日 Twitch ライバルでズたんでよね なんかいろいろ、Twitch ライブやつなり、CR カップなり、なんかいろいろありますけど、はい。僕らもね、あの、<coughs> クリスマスにね。あ <laughs> りますね。横浜アリーナ。横浜アリーナ。行ったことあるないです。ない。横浜アリーナって何があるの <laughs> 知らないです。行ったことないんですから。<laughs> あのなんかその、東京ドームとか横浜アリーナとか、埼玉スーパーアリーナとか、なんかよくライブで使われてるイメージがあるんで、 ライブとか、野球。横浜スタジアムならあるんだけどね、はい。なるほどね。はい。まあなんかそれに、疑って、えー、今回ね、あの、来日するチームが、T、T-Rex と、うん、ベバレックスと、f ラティックうん。3チームですね。まあ、僕らと、DNG 含めて5チームで、ええー、まあでも試合するのは、うちと DNGVS、その3みたいな感じだけど、まあなかなかね、 あのー、見れる、日本で見れるメンツではないよね。そうだね。もう大会だもん。うん、世界大会みたいな感じ。そう、世界大会でしか、基本的に今、いないから。まあ、ペーパー X、ペーパー X 来るのいいよね。なんか、ペーパー X のファネティックも、割かし日本のファン、割かしとかめっちゃ多いから。まあ、よく会いますから。<laughs> そうなんだよな。ペーパー X も。X もそうなんだよね。 まあ僕らはね、まあ、毎回会ってるし、そんな新鮮味はないですけど、まあ、この、これが出るタイミングでは、ロスターが出てるかもしれませんけど、フナティックは。うんは。はい。まあ、あの噂の2人がね、来るのかもしれませんけど、でもなんか、旧フナティックメンバーのファンも結構いそうな気はするしね、エンドとミスティックとか、ちょっと残念ですけど、はい。まあでもなんか、こういう感じで、 ライアットゲームズワン。結構今回メインタイトルとしてバロだからね。なかなかありがたい話ですけど。そうですね。<laughs> でもなんか、俺、あの、発表されたイベントの詳細が、まず。うん、で、まあ、CR カップと、まあ、ザカセンとなんかバロ関係。で、そのライアット公式のイベントにザカセンがやばれたことによって、あの、ザカセンをやってたおかげで、 ゼータがパートナースチームに選ばれて説がまた濃厚になってきてるのが <laughs> そんなことある多少ないともあるのかどうか知らないけど、まあ、なんかその説がねまた浮上してきててちょっと面白いなってザ・センのおかげでそうザ・河川のおかげでゼータはねエパックに参加できた、はい、河川さんありがとうありがとうはい <laughs> <laughs> まあもうねそのロールはねザ・センだけだもんね うなんだタイトルイベントはもう座歌戦のみだからまあロ,ルロルミンからするとねちょっと見れるイベントは少ないかもしれないけど、まあ、でも座歌戦がね座歌戦があの舞台でやるのは結構おかしな話だけどねすごいよねうんめっちゃおもろいけどななんかもういつの間にか CR カップとかなんかそういう大き,大きいイベントと同等レベルの立ち位置までなぜか行ってるからね座歌戦が。 だって俺この前のザー河川のオーバーウォッチ進行適当すぎてびっくりしたもん <laughs> 全部河川さんがやってるしねまああのそれぐらい緩いのもおもろいそうびっくりしたもんそれが <laughs> それがねステージで怒られるとまあいいですよねロール、はい、最近流行ってますからストリーマーの人たちもなんかね最近すごいなと思うのがの活動 終わって、まあなんか、夜ちょっと終わったりしてたら、なんか10時とか12時ぐらいまでは、まあみんな結構配信してるじゃん、普通に、ストリーマーも。で、終わって、まあ1時とか2時ぐらいから、ロールのカスタム始まってるんだよね。始まってるね。夜ふ、夜かしカスタムみたいな。結構頭おかしいよね。そうでもあ。結構朝の方までやってるねあれ。まあ楽しいからね。<laughs> 俺、け俺はもう寝るから、終わりまでは見てないんだけど、 まあ一時間二時に始まったらもう朝まで行くじゃん。すげえなって思うんだよね。おもろいからね <laughs> あ。あ、当事者の方ですか。いやいやいや。いやいやいやアラームやってますか最近。アラ,アラームやってます。やってる？朝まで。朝までやってないです。<laughs> まあなんかそうね。フルーパーしかもカスタムっていうのがね。そう。相手も敵も全部。しかも結構毎回入れ替わる紅白戦みたいな感じでしょ。うん、なそれなりにいいメンツで。 面白いメンツで、入れ替わりでこう腕は、腕もね、なんか近いぐらいだしね。いいよね。まあ、ロールが日本でも人気が出るとね、うこれこしいです。まあでも、12月クリスマスだからね。イブ。イブ。ちなみにクリスマスっていつ ?25。25? 日曜日。イブなんだ。ちょっと全く。 詳しくないんですけど詳や何かねうちあんまりクリスマス言わないタイプクリスマス関係なくその年間の要はよくあるスケジュールがあるじゃんそれなんかそういうなんか家族でなんかやったりとかしなかったから、うん、全くなんか大して記憶がないのね元旦,ぐらい元旦年末年始とあとまあ沖縄だから休音 何まあ、お盆だね。あ、お盆。そう、お盆。中国の読みで9本。だからちょっと早いのかな。それぐらいだったからね。はい、まあ、エキシビションマッチだからやっぱりで。しかも2月にはね、ブラジル控えてるんであ。だからどういうテンションでやるかですよね。うん。なんかもう本当に、お遊びは言い過ぎだけど、うん。なんていうの まあ、お楽しみマッチ的な感じなのか、うん、ガチガチでいくのか、わかんないから、なんとも言えないし。まあでもなんか正直、会場で、なんかほんと、DX とか PayPalX とか Fnatic、まあうちも DNG もそうだけど、見れるだけでもね、僕は、自分がファンだったらもうそれだけで十分かもしれない。<laughs> あの、以上です。 まあそうなりますわな。まあ雑貨線ロールの話もしたし、まあ来月なんでね。まあチケットはもうすでにみんな買ってるかな。はい。あとは、ええー、まあさっき、ええ、挑戦場でね。あのもう雑談しかないです。オフ、オフでの人となりまあボースターはナイスガイだね。まず。かなりスーパーナイスガイ、うん。あのー、 なんかどっかで話したかもしれないんですけどロビーにいて通りかかるときに挨拶してくれるのはまあボースタースタックス俺ねスクリームとは何度もすれ違ってるけどハイ <laughs> って言うと何してくれると思うハイって言うと何してくれるハイって言うと何してくれると思ううん何握手正解は ウィンクしてくれる <laughs> かっこよ毎回こうやってウィンクしてくれるかっこよくねめっちゃかっこいいはいには返してくれないんだえはいにウィンク <laughs> ただのウィンクどうなんそれはあでもはいって言ってくれる時もあるあ,あアレアレアはいの方がレアうんでもニベラは <laughs> <うん S 2> はいって言ってくれる、うん、ニベラもなんかいつもつくっついてるもんね一緒ね えそんなことないよ。そなじゃないなんか俺、スクリームの後ろに毎回いるイメージないや、スクリームはいつもコーチといるかな。まあでも、なんか、基本的にみんな、こいつやべえなみたいなやつはいない。いないない。みんないい,い人世界出てくるやつでフレンドリーな人が多いけどね。そうね。うん。キャスターの人たちもそうだし、うん。選手もそうだし。まあなんか、ああいうところに行くと、本当に英語をもっとちゃんと喋りたいなと思うよね。まあまあまあそりゃそれうん。 マジでもう切実に思うもう EDC の人たちもめっちゃいい人だったしカか、ね、あの EDC のマネージャーの人かなめっちゃ日本語喋れてああいっさねそうそうそう1時間ぐらい喋ってた俺日本に7年住んでたらしいあそんなにそうじゃあもうめっちゃ日本語普通に喋れるぐらいその人ラジオ見てるって言ってたよあマジうん何で俺らが LCQ でどこが勝つか予想みたいな全員 EDG っつったそれも見てくれてたて <laughs> まあね EDG のプレイヤーたちは、うん、みんなゼータのことをリスペクトしてるしみんな好きだよって言ってたおありがたいですねありがたい本当に <laughs> 一方カンカン カカンカンのこれをね、俺だけ一生、こすって笑ってたけど。<laughs> いや、あれはおもろいだろ、普通に。勝った時に、拳を中に上げ、注意やり、解除しながら、こうやって、ダーンって勝ってたからな。うん、そう、勝った時のにやつ、マジで、気合い入ってていいなと思ったまあ、なんかすごい、ね、エモーショナルな選手ですよね、うん、カンカンは。坊主だし、なんか、すごい、スポコン漫画みたいな。<laughs> スポコン漫画が出てきたみたいな感じじゃない来る3チームの中で一番印象いい人はそれはもうボスターでしょボスターそれはそれはそれはだって俺らが勝ってホテル戻った時にお出迎えまでしてくれたんよわざわざ迎え来てあれはすごいよねアイスランドねそうダンスもうまいしダンスもうまいし歌もいし喋れるしいいやつ なんかこの前本当になんだっけなちょっとどこの媒体か忘れたけどなんかすごいモデル写真みたいなインタビューバーッと流れて,てめっちゃかっこよかったねなんか,かっこいいよね、うん、普通にでも俺の中でちゃんと挨拶してくれるリストにゼストあゼストゼストは、うん、マジでこの前一緒のチームでやって分かったけどいいやつ、うん、<laughs> <laughs> ほんといいやつ なんか意外とねこうたむろってるとねなかなか挨拶しづらいとは思うから、ね、そんな時でも挨拶してくれるから挨拶してるちゃんと他、うん、チームに他チームに、うん、はいって言ってるよウインクで帰ってくるウィンクで帰ってくるあのー、イスタンブールに行ってた時に下にプールがあってはいはい、はい、ありましたね3人で行ったんよね俺と、うん、シュガーデ,ップ,デップとシュガ泳いでたら、うん ホウセイ君とジンとジンママが来て、うん、ジンママねそうで2人泳ぎ出してはい、はい、ジンママめっちゃ写真撮っててで写真撮ろうってなって、うん、あの俺ら写真俺の携帯で撮ったんだけど、うん、したらジンママにあの強制エアドロップで交換させられたっていう話はある <laughs> <laughs> 3人の写真をね3人っていうかそのみんなの写真を 俺も取ってたからジンママも取ってたし送られたし俺も送ったっていう話はあるまあだから時点だとジンママかなそうなるとまあでもジンママいい人だよ多分絶対空港でもさ帰りの空港でさ多分俺ペーパーレックスがめちゃめちゃ手こずっててんか荷物が多かったからなのかな荷物が多いとかでめちゃめちゃ手こずってて俺が送れてきたんだけど警備員に 同じ団体だから荷物をこんだけ多いけどあれあれみたいな、うん、そうそう本来ね荷物がなんか一人何個までみたいな結構多かったんだけどそれがね少なく設定されてなんかその時も先にペーパーレックスが教えてくれてなんかバス乗ってる最中に、うん、でそれで先に連絡して確認して空港着いたら、まあそこのジンママがもう先に手配してくれてるてう、ね、そうそうめっちゃ優しい。 そのおかげでスムーズにいったし、うん、だってベバイクスあれあの2時間ぐらいあそこでスタッ作してかしで俺らがバスで後から出てたじゃんその間もう先着いててやってて俺ら着いたらもうすぐね手続き終わって終わりだったからね飛行機間に合ったんかなさすがにやばいよね、うん、結構怖いよねそういうのあるしね、うん、本当に助かったねうん まあだからそうねじんまですかね時点は <laughs> まあ結構合うしねなんかだから本当にいるんじゃんやっぱ今回もマネージャーみたいな感じでついてってやってんじゃないかなってああなんだろう仕事としてまあ一応でもペーパー X はマネージャーがいるそう一人。1人かそれで思い出したけど、うん、多分これ話してないんだけど、うん、ポーランドでブーケンしてたじゃんしてたね そこでね俺レジェンドにいっぱいあったんだよね。<う>まずタズさん。<ー>タズさんブーキャンで来てて。ね、俺らが帰る2日か、まあ、前日ぐらいに、うん、なんとあのファーレンと <laughs> ファーレンね。ファーレン、ボルツ、うん、ファ来てたね。会っちゃった。ご飯食べてたからね。<laughs> 一緒にご飯食べてた俺。<緒> <laughs> マジで。<laughs> 結構ラズさんとかさすごいウキウキしてたじゃん一回 <laughs> 見に行こうかなとか言って <laughs>、ね、ちょうど俺らがそのあれどこいう時やっけまあなんか外出する時ホーラにいたよって話したらえいやちょっと行こうかなみたいなでもなんかブーキャンできてるし邪魔するのもちょっとなみたいなすごいウキウキしましたけどねなんかそれと同じぐらい多分ライトゲームズワンで来る人たちはね多分ファンからすると 貴重なな存在だよな話変えて岩盤浴岩盤浴急に <laughs> 急に岩盤浴ちょっとお茶濁して兵庫から行くあ<ー>あ兵庫行ってましたねたそういえば全くあの本当に関係ない話なんですけど先月、えーえー、木之助温泉というところに野良幸さんと俺で行きましたまあ地方イベント的なのはなんか初めてだったんだけど やってる人たちがエヴァイをやってる人たちがなんかその運営企画をしてたっぽくてそれ結構ちゃんとしててすごいやりやすかったんだけどいやねまじせっかく大阪住んでたのにもうその城崎温泉っていうもの自体を知らなかったからマジも,もったいないことしたなと思った行言っときゃよかったよかっためっちゃよかったほんと なんか外湯がめっちゃあって、うん、まあ俺らが行ったのは2個しか行けなかったんだけど、まず、のりやきさんにサウナがあるところに連れてかれて、<laughs> その後なんかめちゃくちゃでかい大浴場みたいなところだったまあどっちもすごいよかったね。なんか海が近いからね、しょっぱかった。お湯が。ああ、なるほどね。そう。なんか東京の温泉、<laughs> そそれこそガーデンシアターあれガーデンシアターの上の温泉あるじゃん東京の温泉施設もなんかしょっぱかったんだけどなんかそれと同じくて、まあ、海岸線だとしょっぱいらしい、はいまあ、でもねなんかもうちょっと11月入るとカニが解禁されるらしいんだけどカニ漁<ー>カニ漁、まあ、でも俺食えないし カニヘビ食えないしでも俺が泊まったホテルは本当に山奥すごい山奥だったのねマジで山奥なんか信じられないぐらい、ね、電波入んなんかと <laughs> <laughs> 少なくともドコモは電波入んなくてでそれぐらい山奥だったから、まあ、なんか帰り帰りとか行きにもう雲海が見えたら雲海見てみたいなって思ってたけど山登って まさか車で見れると思わなかったからちょっと損した気分にはなった損 <laughs> <や>ラッキーじゃないのかるなんかこの自分で山登って山の上から雲海見たい気持ちあるじゃないあ,あまあまあ達成感とともにみたいなチラちらっと見たらもう全然雲海あったよね <laughs> 村,に村にかかったからそうなんかそれぐらい田舎で是非ねカニが食える人は行ってほしい温泉もすごい良かったから なんかその帰ってきた後ぐらいでさっき話した「ラクーア」うんうん、知ってる行ったことある何何何東京ドームのところにあるはいはいはい、まあ、よくあるそうそうそう<の>温泉サウナいろいろあるに行ってなんかそこもサウナでロウ「ロウリュ」ってうなんかそのあおいでくれるんだああ<ー>風をね熱くしてくれるんだそうでなんかそれは予約制だったんだけど でそこもそこ入って <laughs> 予約して行ったのいやあの当日行って「ここ,こ,こ空いてます」みたいな感じで予約できるんだけどうう、ね、で行ってで <laughs> 入って座っててなんか3セットぐらいなんかやってくれる人がいるのね「新人ですよろしくお願いします」みたいにうん,なんかめっちゃ喋る喋るまあ普通喋るっぽくてそのロールやる人喋、ね、るっていうのはやりながら会話するってこと いや会話するんじゃなくてなんかう一方的に盛り上げみたいな,、まあ、なんかあんまり面白くないのね話してること自体は,はい、はい、ノリがなんか結構サウナってこうじっと耐えるみたいなイメージだからでもなんかそのサンセットやってきますみたいなのであのなんか最後の方の、まあ、サンセット目みたいな時に、まあ、めっちゃ暑いから、まあ、やってる側もめちゃくちゃ暑いじゃんそりゃそうだよね なんか宇宙までぶっ飛んできちゃうそうですみたいな話して <laughs> 言ってたのて言俺の,あの右後ろぐらいの人が「つまんねえんだよ」って言って言ってつまんないけどさすがにそんなみたいなね怖っそれ結構なんかスリリングだね結構不スリリングな体験したでもまあ結構気持ちよかった えちょっと待って、もうそういうとこじゃないそれ。え気悪いや, <laughs> いや、気悪いだろ、普通に。いや、でもまあまあまあ、まあ、でも俺もちょっと、ちょっとなんかこれいるのかなみたいな思ったから、思ってたから。いや、まあそうかもしんないけどさ、<laughs> 口に出されたら、気悪いわ、<laughs> 俺、他の客だったら、マジで。いやまあ結構、ボソッと言ってたから、まあそんな大声ではないけど。いいよ。<laughs> やばいね。え、それ何分やんの全部で。 多分15分とか20分ぐらいかもやってくれんだ3段階あるみたいなでつまんねえんだよどのタイミングだったの最後最後最後32段階目終わって焼き石になって水かけて質問を上げるじゃんでこれからこうタオル回していきますみたいな感じのタイミングのトークで3段階目入る前ぐらい最悪だもん <laughs> 最悪 いやちょっと面白かったから俺はいいけどいやおもろくないわえダメダメ俺も多分即出てくると思う <laughs> 普通にし、うん、早いってえ早いよいやいやだってだってもうだってそのタイミングで言われたら、うん、終わるまでにまた何か言うかもしれないと思ってもう聞きたくない <laughs> そのやってくれてる人に届いてないことに祈るばかりです、ね、でも絶対聞こえないよ 本当に俺がかすかに聞こえたぐらいだから。じゃあんで言うんだよ。もう意味わからん。<laughs> <laughs> 意味分からん。いや,いやでも、<laughs> あの、本当に、ちょっとつまんなかったから、わかるちょ、ちょっと、なんだろうな。苦手なノリがあるかもな、みたいな。ああそういう感じだったから、あまあ、まあ、合わなかったもんね。その人とね。<laughs> いやでもマジで、それで、 それが面白かったから俺はそれ聞けただけでもまあ言ったかいがあったこの間初めてロベに誘われてあベちゃんねそうあの岩盤浴岩盤浴行ったんですよね寝るやつまあ寝るやつ、うん、タオル引いて服着てはいはい寝るみたいなあれは本当に良かったですでも岩盤浴ってさ床暖房の上で寝るのと何が違うの普通に室温も高いあ,あ室温もね 俺が入ったのは90度ぐらいのやつと50度度ぐらいのやつがあって床がいや床なのかな室温かな多分床が90度それは無理やろ普通に焼き土下座じゃないんだからさでも室温90度も結構いやそれはめちゃめちゃ熱いみたいな脳で歌ってるどこで普通のもある度ぐらい5060ぐらい それで入ってもうね15分ぐらいかないたのかなはいはいはい90度の方にはいいねもうね入って10秒で汗かき出すんだよね10秒10秒10秒ぐらいでサウナと何が違うかっていうとサウナはお風呂に入ってサウナに入るわけだからたいそうねだからなんか その汗なのか水なのか分からんし、ね、汗つどれぐらいかいてるのかとかあんま分かりにくいじゃんまあなんかこう勝手にこうしたたってくる水がこれが汗なのか紙についてる水なのかなあそ,うそ,うあそうそうそう一回さ、うん、もうその出ちゃうとお風呂からまたさ脱いで入ってってそういう工程があるじゃんはうの みたいなの来て入って好きなタイミング出て好きなタイミング入れるし休憩所とかも近いからもう出たらすぐ休憩所みたいなところだったのねでそこでなんか軽いなんかつまみとか食えたりとか飲み物を頼めたりとかしてクールダウンとかしてまた入ったりとかできるのがめっちゃいいなと思って、ねまあ、サウナはなんかねあのサウナ好きな人と一緒に行くとセットがあるいたいこう入って 水風呂外気浴でまたこれで1セットみたいななんか結構それが初心者からするとまあまあハードだからじゃあハードだと思うまあ出たいタイミングで出て入ってなんかそれでいけるのはいいかもねなんかすごいいい汗かいてんなーって感じ、うん、普段汗か,かかないもんねかかないんでみじんもかくようなことしないもんね、はい、部屋も常に冷房かかってるんで <laughs> えそれさもうなんか岩盤よくあの床暖房入れて部屋質温高くしたらできるんじゃない そんなレベルじゃないです <laughs> 暑さは違う頑張よくのじゃあもう定期的に行っとけばそれなりに健康になるんじゃないいやそうまた行きたいなって思った、うん、だからなんか1か月に2回とか,か2週間に1回とか、うん、1か月に1回とか行けたらいいなってそういう日が1か月に1回ぐらいあるとなんかリフレッシュできるよねあああれはかなりリフレッシュできるなって思ったし、うん、なんか本んに1日入れるなって思った <laughs> そんなにうん ね、寝れるもん普通にだからその寝て休憩とかもあるからマッサージシェア的なところであるんだよねスペースが休める、うん、寝て一眠りしてご飯も食べれるしおおあーじゃあもう本当になんか複合施設みたいな感じなのそうだからあの漫画とかも読み放題だしおお<ー>そうそうそうゲームゲームができないのがなんてではあ<あー> <laughs> もうそこにデスクトップ PC 置いてもらおうぜ そっから今度 V キャンさん俺やろう <laughs> 最高だよ多分めちゃくちゃいいかもしれな,いなんかそういう岩盤浴行ってマッサージ行ってで体の体調を戻してからまた活動みたいなのができるといいよねうんマッサージもよかったねあれもなんか俺がやったのは、うん、なんか垂直推しみたいななんていうのかな,垂直,な、ね、垂直推しっていうの人がやってくれるの人がやってくれる なんていうんだっけな普通にこうマッサージね。こう押す、押すタイプの、押していくタイプのマッサージ。揉むとかじゃなくて、<ー>押していく感じこ。こういう感じね。あ、そうそうそう。指とか押してくれるみたいな。まあ、で、俺、マッサージ行くときは、もう、うん、この、肘から上手、手含めて肘から上をよく集中的にやってもらうんだけど、はいはいはい。<laughs> もう一人一緒に行ったんだけど、うん、順番で、 やったのね、一緒に同じ時間予約取れなくてああ何人までみたいなそう3人で行ったんだけど、うん、俺が終わったら次の人次の人やったらまた次の人みたいな、うん、同じ人が順番にやってくれるみたいな感じだったんだけど、うん、俺の次だった人に前に来た人友達ですよねみたいな言われたらしくてなんかあの人う腕がなんか異次元だったんですけどスポーツかなんかやってるんですか <laughs> みたいな言われてたらしい何腕が異次元ってなんか異次元だったんじゃない どうういいことやわかんな腕の疲労がね疲んか異次元だったんですけどスポーツかなんかやってる人なんですかみたいなの聞かれたよって言われた本人に聞けよ聞かれたいやなんか「腕すごいですね」みたいな「いやいやでも俺が腕を中心にやってください」って言ったから気使って「腕あのやってくれましたけど」みたいなこと言ってくれてんのかなと思ったんだけど なんかそう言ってたらしいからかゲ,、ね、ゲーマーはやばいんじゃないだから腕エイムとかだとなおさら手首も,も,んだもん、ね、そうだからや、あのー、マッサージで手中心でやってもらうの結構ね、うん、おすすめですよあどっち勝った ?T1? <laughs> <D> ちょっと待ってくださいあこれ DX 勝っ,た勝ってる優勝優勝、えー、おめでとうございます すごすご優勝しちゃうんだ。CK6 位だっけいや、わかんない。それぐらいだった気がする。すごすごとんでもないね。初めてじゃないプレイインからの。そうなの優勝。じゃないだって基本的にプレイインスタートのチームは、まあ、良くてグループステージ。だから、T1。 あの T1 グループだったなすごい。初めてじゃねえかなすげえな。デフト。かっこいい。かっこいいわ。はい。ということで、<laughs> 話戻りますけど、<laughs> ゲーマーの人は親指すごいとうこ、ね、とうん、だからマッサージとか行ったら、やってもらったほうがいいですよ。まあねー、単純に考えて、1日10時間ぐらい、デバイス握ってるわけだからね。 怖くしてるよね手首も本当に腱鞘炎腱鞘炎になんないと思う俺 <laughs> なんないはないだって痛くなったことないもんいやそれは分かだって痛くなんないと痛くなったことないえだからこんだけ長いことやってて、うん、かなりやってきたけど手首も使ってるしめっちゃ、うん、けど痛さの命も来たことないからでも強いかなり ここがね。うん。まあ、それはいいことかもしれない。なんかさ、ゲーマーの腕になったかも。<laughs> <laughs> なんかさ、よくさ、昔さ、ゲームしてる人はさ、ここにさ、タコできるみたいな。ああ、あるね。なった、あったじゃん。最初できたの。うん。最初2年ぐらい。ずっとできて、痛いみたいな。うん、かさぶたになるし、なんかささくれみたいにできて痛いみたいな。うん、でも気づいたら、何にもなくなって、もう、何にもできなくなった、ここ。進化した、ここ。<laughs> <laughs> <laughs> まあ手の皮が厚くなったみたいなのはあるかもねはいじゃあまあ頑張るよく月1行ってください、うん、行こうかなって思ってるまマジで俺はねみんなにはせめて整体とかには月1ないしはまあ2週間に1回ぐらいいってほしいと思ってるマッサージはねマジで本当に2週間に1回行こうと思う マッサージもいいしまあほんと体もいいからマジで行ったほうがいいと思うほんと言っといてみんなにそれ、うん、マジでなんかさ体のね軽さがね全然違う特に肩、うん、なんかもうね全然もうほんとね軽くなった感じするから、うん、マジ行った方がいいと思う誰も行かないよね行かないねラズさんとかでさ行かないからさねジム行くね一1回ぐらい休んでね ちょっと言ってほしいなと思う。ちょっと体のメンテナンスはね、みんな意外と、ね、やんないから、大事だと思いますよ。はい、僕は言ってないですけど。<laughs> <laughs> なんかこれだけは話しておきたいなってことありますかこれだけは話しておきたい。うん、これだけは。昨日誕生日ですね。はい、おめでとうございます。はい、25歳。はい、帰り免税店で <laughs>。なんか買いましょう <laughs>。<laughs> <laughs> そうか。 忘れてた、うん、ありますから <laughs> 残念ながら日本にはいない可能性があるのね <laughs> どうなってるかわかんないですけどまあ楽しい韓国旅行だったんではないでしょうかサムギョプサルも食べていや韓国料理はねちょっと本場のやつをたまに食いたくなるよね <laughs> ということで終了です <laughs> はい <laughs> 最近思うんだよなんかみんなよくあんなにこうポン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 雑談できるなって俺なんかそれすごいなと思いすぎて YouTube のトップに出てくる あの会話が苦手な人向けのー t u b e r の <laughs> 動画ちょっと見ちゃったもん生きたちょっと生きたちょっと生きたあのー、<laughs> なんか元元なんだろう元キャバ嬢みたいなはいはいはいたまにいるじゃんいるこうなんか目に見えたものから広げていくみたいな、うんうん、なるほどねと思ったけど、まあ、生かす機会があるのかどうかね、はい、じゃあ

コメント高評価よろしくお願いします。Spotify の方はまあ、聞いてください。それだけです。僕はもう、俺の好きな、あの、Candy Town っていうグループがあるん,であるんだけど、もうそこがもうラストアルバムをね、11月末に出す。多分もう出てるかな、タイミング的に。もうそれが楽しみすぎてね。今からもうめちゃくちゃ楽しみなんですけど。 Spotify. はい、Spotify。以上です。<laughs> 次回からは、あの、なんか、太陽くんとかが出る、出るんですか出るらしいですね。出るんですか最近、あの、ノリに乗ってる太陽くん。おうち。VV。VV はしてるからね。<laughs> いやも、はい、もういい。勉強します、僕も。<laughs> 勉強して。太陽くんで。 体育くで勉強しない方がいいかもしれないよ。<laughs> なんで？体育になるよマインドがいいじゃん。<laughs> はい、以上です。さよなら。さよなら。